着で波音を聞きながらアイスを頬張って海のゲームをしてれば、たとえ部屋にこもっていても実質海水浴だって言ってもいいよね。水着で波音を聞きながらアイスを頬張って海のゲームをしてれば、たとえ部屋にこもっていても実質海水浴だって言ってもいいよね。おかえりなさい。そういえばここは指揮官の部屋じゃないけど、おかえりでいいのかな。みんなが泳ぎに行こうって誘いに来てくれるのは嬉しいけど、私はここでも楽しいの。あんまり日差しが強いときっと倒れちゃうから、もうちょっとお日様には休憩しててもらいたい。おやつとかこぼしたりはしないから、少しだけなら怒らないですか。あとちょっと次のセーブポイントまで、そうしたら少しだけ泳ぎに行くから迎えに来てください。ベスタルさん、この浮き袋すごくかわいい。ありがとう。ルン・マランさんが教えてくれたお昼寝スポットすごく素敵なんだけど、私には少し眩しいかも。いろいろ揃えたから、ここでも海水浴気分になれますよ。さすがに焼けてはいないと思うけど、どうですか？ごめんなさい。え？別に罰とかじゃない？よかった。まだ終わってない仕事があるけど、もう一回確認する？終わってる任務あるみたい。疲れました？指揮官、読んでないお手紙あるみたいだよ。お疲れ様。お疲れだから部屋に直行直帰でもいいと思うよ。ダメ、怖いから、しばらく一人にしておいて。変な匂いとかしない？よかった。一応ちゃんと気にしてるから。困ったことがあったらベベタンに相談してたけど、今度からは指揮官にも相談するね。指揮官はいつもいろいろ教えてくれるけど、私何もお返しできなくて。だから困ったことがあったら絶対に言ってね。本当は戦いたくないんです。早く帰りたいだけ。でもみんなが一生懸命戦ってる姿を見てると、それじゃダメって思いも。お使いの人たちが帰ってきたよ。みんな無事でよかった。ベベタンとの特訓の成果、
出たんでしょうか。行きたくないな。やっとお家に帰れる。怖い怖い怖い。お家に帰る。紫、悪の誇りを舞い掲げます。痛いのは